皆さん、こんにちは。ポップです。FX チャンネル。4月13日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ドル円の今までの値動きと来週のトレードポイントについて解説をしていきます。使用するチャートはこちら。ゼロスプレッドサブスク FX でおなじみ、シンクマーケットさんのトレーディングビューを用いて解説を進めていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 それでは早速ですが、今週の振り返りでございます。このチャートを見てもお分かりの通り、水曜日に発表されましたアメリカの CPI、消費者物価指数、こちらの上振れ、事前予想よりか良かった結果を受けまして、大きくドルが買われる展開。ドル円に関しては、今までレジスタンスを受けておりました15、151.90。ここね、過去のチャート、広げてみましても、かなりね、レジスタンスが入っていたというところ。 まあこういったところをね、大きく上抜け。そしてこの152円をね、上抜けした時には、介入がもしかしたら入るんじゃないかというところもね、囁かれておりましたが、結果として介入は入らず、最終的にはですね、まあボラティリティが高いまま、高値付近、153.30付近でクローズするという結果で終わりました。 こういったところでね、CPI の結果、これを受けて大きくドルが買われたという状況でございますが、まずその CPI ですね、この結果を見ていきたいと思いますので、こちらご覧ください。で、経済指標のイベントでございますが、4月10日水曜日にですね、アメリカの CPI 発表されました。まず前年同月比でございますが、事前予想3.4に対しまして、結果は3.5%の上昇。そして前月比ですね。 こちらの方は、事前予想0.3%に対して0.4ということで、こちらはですね、コアも同じように上振れしている。CPI の方は、物価上昇が、まだまだね、予想よりも止まらない。これを受けまして、6月に利下げを予定していたアメリカ FRB に関しましては、6月には利下げはできないんじゃないか。それに加えてですね、まさかのもう一度追加で利上げをしないといけない。このような声も聞かれるようになりまして、 ドルのの方方は非常に強く買われたといいうう。状況でござまますね。チャートの方を戻していきましてきょう、まあ、こういう結果を受けまして、高値付近まで上がってきた。そして、この152円というところはですね、過去のチャートを見てみましても、介入が入ったところ。ちょっとね、これ冷やしチャートに切り替えていきますが、ここの部分ですね、2年前、2022年の10月ですね、介入が入った部分。そして、去年の高値も152円。 これをとうとう超えたということで、まあこれ以上はですね、どこまで上がるかは誰も知らない、知る由もないというところでございますのでね。まあ安易なショートは焼かれてしまう、こういったところがあろうかと思います。そしてね、介入が入らなかったという事実もありますが、こういった形で大きく上方向にブレイクしたという事実がありまして、まあ本来であればですね、ショート税の方が強制ロスカットを巻き込みながら上昇するということも考えられたんですが、 ただ、ポジション情報ですね。今のロングとショートの比率え。こういったところを見てみても、実はショートの方は減っていない。むしろ、ここの吹き上げによって、ショートが追加でね、参加している。えこういったデータも出てきます。えこちらもですねえ、ちょっと図の方で見ていきたいと思います。えこちらはね、外為 .com さんのポジション比率でございますが、CPI の発表の時ですねえ、これなんとロングショート比率が、ショート7割。 そして、ロングが3割ということで、かなりね、ショートの割合が増えてきました。まあ、日本人はね、特に逆張りが多いというところで、チャートの方、ドル円の方が上方向に上がればショートが増えて、下方向にドル円が下がればロングが増える。まあ、こういったところでね、ショートのロスカットを誘発する以上にですね、新規のショートが増えてきた。まあ、こういったところでですね、目下7割ぐらいがショート、ロングが3割ぐらいというね、まあ、異常なポジション。 通常でいけばですね、こういったドル円のポジションというのは、6割がロング、4割がショートというところがね、まあ通常運転というところでございますが、ここに来ましてですね、ショート比率が増えている。この外為 .com さんだけではもちろんわからないと思いますので、まあ、他のところもね、えー、見ていきたいと思いますが、こちら、えー、オワンダですね。えー、オワンダのオープンポジションということで、未決済のポジション比率。こちらを見ましても、 ドル円の方、上から2番目でございますが、このオレンジ色、オレンジ色はね、ショートポジションでございますが、ショートですね、ショートが6割を超えている、ロングが4割を切っているということで、ふ、まあ、普段はね、ロングショートを逆転しているような状況でございますが、やはりショートポジションの方がまだまだ多い。まあ、こうなりますとね、じりじりと下がっていく展開はなかなか考えづらいからと。まあ、現にですね、下がっていった場合ですね、 この151.90よりか下側でショートを捕まっている方々が多いと思いますので、まあそうなりますとね、下がっていった時には、ショート税が含み損からプラスになっていく。まあそういったところではね、まあやれやれの戻り決済というところがありますので、今まで含み損を抱えてたショートの方が決済をする。そうするとね、ドル円を買うロングという、ね、反対売買となりますので、まあそういったところを考えますと、 この151.90付近までは下がっても、それ以下にはなかなか下がらないかなという状況。そしてですね、かなりレンジ相場長かった実績がございますので、ちょっとね、このポジションの出来高を見てみましてもですね、こんな形で、この151.90から151ぐらいですね、かなり出来高が増えている。 まあこれがね、厚い壁となりまして、この151.90から152円、この上側でですね、大きく動くところはあるかもしれませんが、これを割り込んで一気に下げるというのは、介入以外ではなかなかありえないんじゃないか。まあこういったところがね、ポジションの比率、あとポジションの出来高ですね、見てもお分かりかなというところでございます。まあこういったところをですね、前提条件としまして、今後どのようなポジションを取っていけばいいのか。 まあこういったところをね、解説していきたいと思いますね。まあ結論ですね。もうこの空中戦となった今ですね。まあ先ほどもお話ししましたが、どこまで上がるか、どこまで下がるかというのはわかりませんし、介入がどこで入るか、こういったのもわからない状況でございます。ここでできることというのはですね、この151.90から152円。この上側であれば、まあ急に落ちたところ、介入じゃなければですね、しっかりとロングで拾っていきたい。 ま、これを考えていけばよろしいかなという状況でございます。まあ、先ほどもお話ししましたが、こちらのね、151.90から、えー、この下側ですね、ここでは厚い出来高があるということなんですね。えー、ここ厚い出来高があるんですが、裏を返せば、えー、ここの CPI で上がったところ、ここはね、出来高、えー、伴わずにですね、スッと上がっている。逆に言えばですね、えー、ここストンと落ちるときは、152円ぐらいまではストンと落ちる可能性がある。 ただ、この厚いところが大きくね、サポートとなりますので、152円の上側まで、えー、急落した場合ですね、えー、介入じゃないということであれば、しっかりロングで拾っていただきたい。まあ、こういったところを考えておりますので、それに伴いましてですね、まあ、どこでサポート入るかわかりませんが、152円付近を背中に向けまして、まあ、急落したタイミングでは拾っていく。これは152円から151.90。この上側でということでございますので、 まショートは狙わず、この152円の上側、急落があった場合には拾っていきたい。このような考えを持っておりますし、まあ、その場合にはですね、もちろん152円の下側でストップロスをかけておくということが必要になろうかと思います。ただね、先ほど介入が入らなければというね、前提をお話ししましたが、介入が入る条件、これについてもね、まあ、あくまでも予想となりますが、見ていきたいと思います。介入というのはですね、まあ、この152円を抜けたところで入らなかった。 まあ、こうなりますとね、こういうような、じりじりとレンジ相場が続いている。この状態では、なかなか介入は入らないかなと。まあ、財務大臣もお話をしておりますが、急激な変動ですね。これが起こらなければ、介入は今後も入らないからと。ということはですね、この153円付近では、まず介入は私は入らないからと考えておりまして、何かのきっかけでですね、1、2時間で100ピプスから200ピプス、1、2時間で1円から2円ぐらいね、 急激に上昇する場面。これがなければ介入はなかなか入らないかなと考えております。よってですね、このような上昇が起こった場合には、すぐさまショートで仕掛けるのではなくて、直近の安値を割り込んだところ、急激な上昇が起こってからですね、ちょっと離れたところ、100ピプスぐらい離れるかもしれませんが、その下側、直近の安値付近ですね、こういったところで逆差し値のショートを仕込むですね。こういったところが起きますと、 ま、値動きは荒くなるかもしれませんが、介入が起きた場合には、まあ、前回の、えー、介入は5円ほど、500ピプスほどドル円は落ちましたので、一気に逆差し値のショートを逆上させて下がる。まあ、こういったところが介入としてはあり得るからと。中途半端なところで、えー、ショートを組んでしまいますと、まあ、どこまで上がるかわからないということがありますので、えー、介入が入ったとわかる。直近の安値を割り込んだところでショートを逆差し値で,で注文を出しておく。 いいいったとととこころろがショートを攻める上でで大事かなというところでござまず151円90銭から152円この間まではしっかりとロングを取っていくというところこれがまずロング戦略でございますしショートに関しましては大きく12時間で吹き上がったところですね100ピップスから200ピップス吹き上がったところ ま、そこで初めて逆差し値のショートを直近の安値の下側に、ま、逆差し値で仕込んでおくですね。まあ、500ピプス下げる。これがね、今回も下げるかどうかわかりませんが、まあ、300ピプス、3円ぐらいはね、もちろん介入が入ったら下げてくると思いますので、まあ、こういったところでショートの逆差し値を仕込んでおけば、約上するからと。まあ、こういったロング・ショート戦略を場面に分けてですね、考えていただく。このような考え方が必要だと思います。 そして最後にですね、来週の重要指標について見ておきましょう。はいえー、来週に関しては結論ね、えー、そんなに重要指標はございません、えー。月曜日にですね、アメリカの小売売上高。その後ですね、パウエル議長の発言も、えー、適宜入ると思いますが、基本的には大きなイベント、CPI が通過したということで、来週はございません。 よってですね、チャートの動きに集中していただきまして、先ほどお話ししました、152円の上側での急落ではロングを取っていただく。そして、急激な上昇があった場合には、下方向で逆差しでのショートを仕込んでおく。まあ、こういったところがよろしいかと思いますし、それ以外はですね、どこまで上がるか、こういったところはね、想定できませんので、安易なショートは避けていただく。これに集中していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、新年度もね始まりましてお仕事忙しいかもしれませんが、まあ、しっかりとね、えー、過去の検証をしていただきながら来週のトレードポイント、えー、これをね自分なりに見つけていただければと思います。まあ、この動画が皆さんの今後のですねトレード戦略に役立てばと思いますのでよろしくお願いします。